分かってるよタブリス、お片付けだね。はい、使ったものはきれいにしまうのです。お部屋もすっきりして気持ちいいです。よし片付けよう。まずはこのボールをしまおう。どこにしまうです？丸いところ。はい、ぴったりです。それじゃあ、この絵本はどこにしまうです？これはね、四角いところ。バッチリです。それじゃあ、このトライアングルはどこにしまうです？これはね、三角のところ。完璧です。それじゃあこの積み木はどこにしまうんです？これはね、あ、星型のところ。はい、そこがちょうどいい。君のお名前と一緒に書き込んで